輩と一緒に出張福岡行ってくれてさ、私が新人の頃に仕事を教えていただいた上司の小沢先輩、一時期憧れていたこともある。誠実で頼れる方です。岡田は小沢さんの頼みです。なんとかこの数字で回るように手配してみます。ありがとうございます。